Quarantine Days in Japan, Day 12. Welcome to Doster. I'm at Avatar Showcase Rouge on Virtual Market 4. Today, I'll show you a booth called Nocturne. Wait here on it. Let's go.サークルノックダウンのうがいです。今回バーチャルマーケット4に2体アバターを出展してます。ヒューマノイドアキオとアキオという生き物ですね。地球外生命体が、まあ、宇宙に存在する生命体の遺伝子を採取して、それをまあ好き勝手に電子組み換えして、まあ、宇宙人が作ったという、ざっくり言うと宇宙人というか、まあ、エイリアンみたいなキャラクターですね。アキオと同様にヒューマノイドアキオもエイリアンといえばエイリアンかもしれないです、はい、ボツボツができないように綺麗な影が出るように調節しようと頑張ったんですけど、うまくいかず影のテクスチャー作成に際して苦労しました。そういう意味ではもうボツボツのまま VR チャットにアップロードした。結果的に特徴的なキャラクターになったので良かったです。こっちのヒューマノイドアキオは Unity チャントゥーンシェーダー2というシェーダーを使わせていただいて、髪の毛のハイライトは Unity チャントゥーンシェーダー2、今まであまり使ったことがないシェーダーだったもので、ちょっと一から勉強して、まあ、作ったので、フレンドに作り方を聞いたりとかしてようやく表現できたというところで、はい。アングルに関して推しの推しと言える部分があるんですけど、ここから見た時のこの口が手の字になるんですけど、この角度から見るとここがすごい可愛いです。ぜひ見ていただきたいポイントですね。すいません、わかんない。したら言わんとすることはわかります色です。エメラルドグリーンというか、割と個人的に気に入ってる色なので、まあ、僕アバター作るときよく、なんて言うんでしょう、普通の人の人間の肌の色よりもちょっと非現実的な色合いを好んで使いますね。肌の色、特に白っぽい感じですね。髪の毛の色も非現実的な感じが好きなので、現実ではあまり見ないような色合い選択したっていうのもありますね。個人的には斜めから見た時の頬がふっくらしてるところがすごい可愛い。重要なことちょっと忘れてました。フレンドからチョコミントっぽいねって言われたことがありました。個人的にはチョコミントのアイス大嫌いなんですよね。あっすすす Thank you for watching Nocturne by Ugai. See you in next videoThank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.